ゆうだ、けいが、港区女子、カレー食べたらカレー食べた罪悪感で倒れちゃう大和、かまどです。カレーです。今日は後輩ということでね、本日は後輩に関する企画を取っていきたいと思うんですけれども、おい何司会進行してんだよ、クソ企画組提案者。ああ、びっくりしてんだろ視聴者のみんな。止めてスクショしてこうしてる。うわー、お前真ん中の顎元アップされてんだろ、顎元優化してんだろ。あれ、はあ、まあまあ、はあ、青やん、青なってるやろ、黒が。いやー、剃っちゃいましたよ。剃っちゃいましたよじゃねえよ。お前、俺があんだけ待望に伸ばしてヒゲを企画で脇奥にとどめさされて剃って絶望してたわけよ。本当に絶望した。俺、ゴールド買ったばっかりだったし、なんか本当ヒゲありきの生き方してたから、どうやって生きていけばいいか分かんなくなって、瞑想した一日。で、ないのに触ってみたり、いろいろやった。めっちゃわかる。ないのに触っちゃうよね。うるせえよ。まあ僕剃ったんですけど、はぁ、僕剃ったんですけど、すむかお前、何やってんのお前、あんなにうわぁキヤーとかやっといて、俺もうお前、僕剃ったんですけど、ダメでしょそんな。いや、ほんとに聞いてほしくて、勝ったのめっちゃ嬉しかったので、ヒゲ残ったと思ってめっちゃ嬉しかったんだけど、ユウマは普通に剃っちゃってたじゃん、で、ヒュウが剃っちゃってたじゃん、で、俺だけヒゲあの、なんか恥ずかしくなっちゃって、お前何言ってんの、あんだけみんな言ってくれてたやん、ソラチー君とかアヤナンさんとかもヒゲ伸ばしたい時期なんだろうから、この時期を楽しましてやるぜみたいな感じでかっこよく言ってくれたわけや、それをお前寂しいだの恥ずかしいだの、そんなこっぱずかしい理由で25万人が俺にヒゲ似合ってないんだって。初戦にもめった打ちされて、いろんな一人でウィーンって言ったってこと。寂しい俺その映像。でも俺らのことを好いてくれて、わざわざ時間使って投票してくれる人がやめた方がいいように25万票入ってたから、違うんじゃねえかな。問題起こした力士みたいなことですね、曲げを切るみたいな。お前問題起こした、曲げを切る。誰が問題起こしたヒゲを切った。貴重な意見としてちょっと受け取りまして、やっぱ自分の自我をたまには曲げようじゃないかと。あれはまあとりあえずエンタメとして本気でマジで嫌だったけど、その後に気分が変わったってこと。視聴者投票が出た時点で俺は剃りたいと思い始めてた。だって食らったことないでしょ。え、考えてみ、25万って数。お前じゃあすっきり言ったわけや、夜中。いや、でも泣きながらボロ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 泣いたよ俺は。俺はヒゲ似合わないか、そうかと思ってこうボロボロ。まあみんなに意見いただいたんで、まあ、ヒゲ剃っちゃったよって感じで。ということでですね、今日後輩に関する企画なんですけれども、僕たちには直属の後輩がいます。地元の後輩でもあり、 YouTuber の後輩でもある。4人乗りね。うんうん、本当にね、あの大事に大事にしてる後輩ですけれども、まあ、4人組の YouTuber で、まあ、僕たちと地元が一緒でして、リーダーの拓也と、まあ、メンバーの岡が僕たちと同じバスケ部の直属の後輩だったんですけど、まあ、YouTube 今頑張って、もうちょっと5万人ぐらいかな。そうね、まあ、この間でね1周年を迎えたと。おめでとう。ご苦労さん、大変だったんだろうなって思う。ずーっと見てきてるわけじゃん。うん、しかもなんか相談とかなしに、俺は YouTube 始めたんすよ、みたいな。そんな感じだったの。で、結構まあ、ずーっと頑張ってきてるとこ見てて、やっと最近お金が稼げるようになったぐらい。うん、で、よく頑張ったなっつって、撮影手伝ってもらったりとか、たまにご飯連れてったりとか、まあたまに企画出たりとかしてね、まあ普通に結構仲いいんですけど、ちょっとあかんな。あれ、なんかそんなことあった。これね、後輩の1周年祝えてないの。ああ、俺も遠隔でしか祝ってない。あ、そうだ、祝ってたか。しびれたね。俺さすがに見たもん、めっちゃいい企画だった。結構仲いい友達のご祝儀ぐらい入ってたから、すげえなと思って。足りないはやべえなと思って、いいとこ行ってこいよって言って、どんぐらいの値段か分かんないから、飯屋が、うん、高い焼肉4人調べた。そしたらまあ4万円ぐらい、まあ足りるっしょ。なるほど。で5万円入れた。俺あいつらがさ、お金ないじゃんあんまり、でなかなか何も食えてないみたいに言ってる中、この銚子丸をバリ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 美味しそうな顔して食ってんの見て、じんわり。いや、オノマトペせんべいだったよ食ってるもん今。寿司をバリ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 ボク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 だ。いやいや、モグ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 やわ。パク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 だわ。モグモグだって口に入れた後の擬音やないか。正解はあれですよ、寿司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 です。なんで笑ってんの。え、なんで笑ってんの。ごちゃごちゃされたぐらい受けてるよ。ガチテンパって達成の言うよ。言うのは4つ目無理なの。5つ目か初手言うのができるの。間無理なのよ。まあまあそんな感じでちょこちょこみんなが軽く祝ってたりもしますけど、うん、僕ちょっと懸念してることがありまして、4人乗りってこのまま行くとまずいんですよ。俺
これね、調子乗っちゃう可能性がある。まあ、なんでかっていうと、これ YouTuber である以上、ドッキリっていうのは避けて通れない道なわけですよ。はいはいはい。で、僕たちも、まあ、先輩 YouTuber から幾多のドッキリを仕掛けられてやっぱ強くなってきたわけじゃないですか。これドッキリかな、これはドッキリじゃないなとか。やっぱいろんな修羅場に直面してきて、こう YouTuber としてのこうスキルをつけてきたわけで、はい、上になればなるほどガチのドッキリを仕掛けてこう来られるじゃないですか。はいはい。例えばヒカキンさんのドッキリとか。ガチやばかったじゃん。ガチ腰抜けかけた。ものも本当に俺も知らないし、本当にヒカキンさんっていうのも全員知らない状態でドッキリを仕掛けるっていうことにやっぱ意味があるっていうか、それが YouTube の良さみたいな感じで、僕たち先輩たちに教えてもらってるけど、4人乗りは先輩が俺らだからさ、それ知らないわけね。ガチガチのドッキリを教えてやろうじゃねえかと。そういうことです。ということで本日の企画、いつも仲いい先輩にぶち切られるドッキリ。切れれないよ。切れれないんだよね。切れれない。本当にね、いい後輩な。そうそう、いいやつらだし、後輩としてもできてるから。当日の朝に連絡しても撮影手伝ってくれるぐらい。そう、当日の朝寝起きで2分ぐらいで起きてきてくれて、すぐなんかもうね、動いてくれた。そうそうそう。で、面白いでしょ。面白い面白い。だから俺ら押すわけじゃん。これいいやつらだけど YouTube 面白くないってなったら、やっぱ俺らもさ立場があるから、そのおすすめできないけど、面白いから YouTube を押すわけで、でもそんなあいつらはまだちゃんとしたドッキリを食らったことがないと。で、ここら辺で先輩たちがまあ見せてやりましょうと。相馬とか吉尾に関してはマジで萎縮しちゃうと思うぞ。拓也はさ、なんとなく一緒にいる時間が長い気がするけど、相馬はちょっとマジで嫌われるんじゃない俺ら。まあ野球部だからね、もともとね。うん、YouTube は始まって結構仲良くなって、後輩みたいな。そう、岡はよくわかんないな。怒っても聞いてんのって感じになりそう。じゃあ俺岡ぶん殴るわ。いいわけないやん。まあだから、このブチギレドッキリが俺ら先輩から後輩4人乗りに対する一周年プレゼント。嬉しいか嬉しくないか分かんないけど、やっぱさ、ドッキリ仕掛けられた後って嬉しいじゃん。先輩にドッキリ仕掛けてもらえたみたいな。うん、俺らの嬉しかった感覚を後輩に押し付けようと。はいはい。4人乗りのみんな、全く気持ちこもってないブチギレだから安心してこれからも絡んでね。今オープニングを見て安心してくれてるのかもしれない。それは必要だ、ね、必要。あることないこと思ってないこと言いまくります。視聴者のみんなもね、本物の僕たちと思わないでください。これ勘違いしちゃう人もいるから。先ほどちょっと会議したんですけど、4人乗りに何でブチギレるかみたいな、これ一切見つかんなかった。マジでなかった。めっちゃいいやつらだった。うん、一個も見つかんなかった。うん、もうめっちゃいいやつらだから。で、 YouTube 真面目でしょ、うん、サボんないでしょ、うん、ダメだから、これ僕たちでっち上げます。それしかなかった。うん、そうだね。手法が俺らの。しかも、でっち上げないよ、ひどい。オフパコしちゃったよねって。そういう情報が僕たちに入ってきてるんだけど、誰だよ。まあ、彼らがそのオフパコに関してどうこうとか知らないんですけど、多分そういうことをするような集団ではないと。そこを、父子と。ファンからの内部告発を受けて、結構ひどいオフパコを受けました。4人乗りからって。うん、まあ、コムドットのファンの子から情報もらってるよ。で、お前らどうなんっていうのをちょっと詰めていくよ。うん、全くないんですけど。え、大丈夫、あって無事切れられる。いや、俺あんま得意じゃない。そうだよね。だから今回はちょっとマジで騙したいから、リアルに俺とヒューガで。おい、3人ちょっとモニタリング画角で。オッケー、オッケー。まあ、ヤマト先陣の俺後ろから槍投げてて、急に大砲飛ばすみたいな。ああ、うん、俺より前出てきちゃうみたいな。急にで、ちょっと3人見ててもらって。うん、で、こないだ俺とユータはね、ちょっとある企画を4人で撮ってまして、ユータの方は結構ゲリラで撮った企画だったから、うん、それに関してちょっと切れやすい部分があって、だからユータちょっと途中で、あっ、あ、入ってくるってこと。うん、うん、うまいタイミング。うん、俺だけ企画のことに関して切れりゃいいよ。で、俺がそこで言う、暇じゃねえか、いや、4人乗りにはいつでも来ていいよ、うん、俺らは4人乗りでダメだから時間作るよって言ってるんだけど、邪魔だったよみたいな。ありもしないこと言うわ。そう、ありもしないこと、全部今から言うことはありもしないことだけど、俺らが今までの動画で一番切れよ。ここの2人が切れるのはちょっと怖すぎるから、今度に撮っとくよ。まあ500万人ぐらいで切れてもらえれば。じゃあ、あのね、ブチギレとモニタリングチームで分かれてやっていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。え、この GoPro に俺と山田の顔が映るのか。どうせあれ1234。うん、いや、ゆうたのことは、ゆうた音回してないっけ。いや、回してない。回してるよ、音回してるって。これ待って待って待ってるよ、聞こう。 OK。 ね、ドッキリって大変やろ。俺ガチやってんねんで。これやらせとか言わんでな。行くで。じゃあパーマ出します。はい、 OK です。はい、じゃあ LINE して呼ぶよ。行きましょう。
はい、こちらモニタリングルームでーす。いやー、僕たち3人がまさかモニタリングするとはね。誰が思ってたんでしょうね。まあ僕は途中で行かないといけないですけども、うん、じゃあカオスなモニタリング画角になりますよ。ずっとニコニコしてましょう、アムギリさん。はい、変なことでも喋ってるぜ。え、そうやって宣言して喋るもんなの？真面目にやってて変になっちゃってるわけじゃなくて、いつも結局僕たちは何やっても変なんですよ。変人ですもんね、僕たち。ストレンジャーパーソン。へえ、変人っていうのはそれで。ストレンジャーパーソンは変人人になっちゃいました。ストレンジャーで。じゃあね、そろそろ4人乗り入ってくるみたいなんで、モニタリングしていきましょう。あちょあちょ、柔らかい感じでいこうや。柔らかい感じでいく。最初ね、俺はね、理解ある先輩ぶりは。今から僕たちがすることは全て嘘です。みんな怖いけど、あんまビビらんてな。あ、今行きますって来た。 OK。たくさんのコメントにいいねしていく。ういあ、お疲れ。お疲れ。お疲れ。まずね、お疲れ様です。はい、お疲れ。お疲れ。お疲れです。調子もありがとうございます。あ、全然全然本当に。もう来た。来ました。来ました。うわ、来たよ。お疲れ様です。あ、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。とりあえず今他のメンバーいないんだけど、はい、そので、なんか怒ってとかで全然ないんだけど、なんかそのファンの人から DM みたいなのあって、なんていうかな、そう、聞く前に怒るのも嫌だから、なんか4人乗りがオフパコしたみたいなのが来てて、いや、それはこの後のファンだったから大丈夫かなみたいな。まあ嘘かもしれないし、もう本当かもしれないから、まあ、本当だとしたら俺はもうあれしないといけない部分あるから、事実としてあるのかどうかっていうのをまずちょっと聞いておきたいな。なんかおりそうな雰囲気でね。ね、大丈夫。まずないっす。ないっす。ないっす。4人乗り自体はオフパコありだっけ？一応なんかありってなんかネタみたいな感じで言ってるんですけど、まあ俺らの自体が全くないんで、それ自体もともとなんか相馬が入る前のメンバーで、いろいろちょっと、そいつ単体で人もんちゃって、うん、それがあって、まあ、その、あんまりそういうのやんない方がいいっていう、俺らの見解になってるんで、言ってるものでは、まあ、オフパク禁止みたいなことは言ってないですけど、メンバー内としては、なるっていう。地元のファンとかの考え方を結構、山田君、今、判断する。チームとの怒られたら嫌だみたいな。けど、そこもあって、結構ファンとの対応を気遣ってくれてる。誰かわかんないんだよ。あ、誰がやってるって言って。そう。でもなんかその地元のセブンの住所とかも送ってきて、多分知ってる人なのかなっていう。うわー、これ絶対やだ、俺言われんの。白馬やな。とりあえずどんな感じなの？よろしくない対応されたみたいな。あ、そう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 、なんかやり捨てみたいな。もう渡辺入ってきた。そういう感じだったから。普通に恋愛する分には構わないと思うし。まあそう、アカウントから見てたりします。ユータなんだよね、あれしたの。ああ、いや、確かに。じゃあ、俺行くのまずいやん、この後行くのに。確かに、個人間ってやってくると、それ以上のことは分からない。この4人は絶対ないと言える自信はあるんで。バレたくさくね。いや、ワンチャンバレてるよな。うん、とりあえずマスク取ったら、表情分かんないし。まあ、ユータは来ないと、その、詳しいこと分かんないんだけど。だから、やめろって、俺をやんの。その、そこまで聞いてない。こまめに情報が送られてきて、やってねえならそんな連絡来ないんじゃないのっていう。あ、ヒューガがちょっとガチ感出してくれたな。うん、福岡だっけ、そっちの方の人、九州の福岡出身はやばい。やばい、女性像を全く決めてなかった。確かにね、もうヤマトのアドリブでしかないもんな。うんうん、難しい。正直、個人間の何も個人も言わないとわかんないから、みんなないとしか。そうだね。4人乗りが活動していく上で、僕らが楽しむと全部なんですけど、コムドットには絶対迷惑をかけない撮影をするって決めてるんですよ。この間たまたま相馬のバイト先で撮影したんですけど、相馬のバイト先の名前が出ちゃったんですよ。で、調べたらすぐ分かっちゃうんで、そこをもう消そう消そうつ限りの1時間したぐらい
そう。でもそれが4人ともそうちゃんと思ってんだったら今回のことはともないと思うんですけど。ええやつらやな、うん、いい子たちですね。裏切りたくないつもりでしょ。うん、よしやーよしやーよしやー。なんだよお前名前呼ぶ。可愛いなと思って。そこまで言えよ。よいしょよいしょ。あむぎり。あむぎり。名前呼ぶだけ。喋ってっからもう。ごめんごめんごめん。それは分かってんだけど、まあ事実としてこう来てしまってるものがあるから。それは本当だったらこのままにしておくわけにはいかんから。パコとかって結構 YouTuber 始める上で関わる問題じゃないですか、うん、そこをコムドットに聞かなかったら確かめたことがあったから、うん、好きだったらいいんじゃないって。あ、それはそうそう、ね、恋愛とかさ、そういうのがあるから、そういうのは人の恋愛スタイルだから、そこまで俺も縛るっていうのはないんだけど、やっぱその適当するっていうのはなんかなしにしてるからさ、俺らは結構こう適当にされてみたいな感じになっちゃってるから。その女の子にあのなんかやりとりのあれとかスクショして送ってもらうことあるけど、俺らも言ったんだけど、消えちゃっててないですみたいな。消えちゃっててない、消えちゃっててない。そうなるよ。だそこがなんか曖昧だから本人たちに聞こうってなって。俺ら的な意見だと嫌がらせでやられてる可能性があると思うんですよ、うん、だから誰かしらに恨みを持たれてるのかなっていう。恨みを買うようなことしてるの。そのあたりは一切あるわけないんだよ、俺ら。その人の意図がわからないというか、やる意味がないじゃん、はい、やってる可能性もあるし、まあ今話聞く限り、まあやってないんだろうなと思うけど、まあもしやってるとしたら言いづらいんだろうなと思うし、うん、でこの場で出づらいんだったらもう個人で言ってもいいけど、なんかあんま学校みたいなことしたくないからさ、うん、あ、そうそう、手挙げてとかも嫌だから。全員出てきたら一番面白いな。やばどうね。そんなことを考えたくないというか、信頼してっていう部分もあるんですけど、まあ、とりあえずあぐら違うんじゃない、話聞いてみます。まあ、正座しなくてもいい。誰が一番女の子好きなのか、そういう、そう、まあ、そう、まあ、そう、まあ、あんまイメージないもん。吉尾は僕興味ないですよ。元カノと人生で2回付き合って、直近の彼女なんかは彼女が誘ってるけど興味ないから、いや、やんないって言って別れてる人なので。そんなに興味ないんだ。女の子に興味がない。いや、女の子は大好きです。大好きなんですけど、なんかバッティングセンターとか行ったことがあるんですけど、うん、それはまあ全員知ってて、中学時代から渡辺席外したけど、タバコは相馬が今笑ったからね。舐めちゃってる可能性ありますよ、これ。俺らはいいんだけど、やっぱこう可愛がってる分さ、裏切りみたいになってしまうから、それはなんか良くないんじゃないかなっていう、うん、ので違うんじゃないのっていうので話したんだけど、あとこの間のあのドッキリのやつで、ゆうたがちょっと、俺も俺は悪いんだけどさ、あの行っていいよみたいな言ったじゃん。で、あの時間に来るのはヤマトが言っていいと言ってはいたけど、まあ非常識なんじゃないかみたいな、まあ、そこは俺も申し訳ないと思うし、そこはね、ゆうたがちょっと今怒ってる部分ではあるから、怒ってるっていうかありえねえみたいな、まあめっちゃ俺が悪いんだけど、ごめんなんだけど、あんな感じで来られたらあげなきゃいけないやんって言って、カメラ回しましょう。そうそうそう、出番じゃないですか。いや、まだ早い。このタイミングで言ったらタイムリーすぎる、うん、まあ動画だからしょうがないんだと思うから話してたけど、まあ、ゆうたも服もらう企画だったからね。ヤマト何だったの？え、俺はバンティーとか、あとあれとかじゃない、うん、その日自体は、まあ今日はやめとけよみたいな話をヤマト君とボンさんから一回されたんですけど、うん、なんかあの時のテンション感だけでやっちゃったっていうか、まああの場の、まあ、勢い、うん、勢いはあんまいいけどね。出てもらったみたいな。そこはユータが入ってるのか分かんない。行きたくないんですけど、すごい、うん、任された。来てって言われてるよ。ああ見えて多分一番怒んない人、ただプライベートな時間はね、うん、結構大事にしてる人だから。いや、俺もちょっと気づかなくて悪かったなと思うんだけど、一回謝った方がいいかも。まああと俺はあの日結構仕事がさ立て込んでたからさ。ああ、そうなんですか。うん、え、それはボンに確認してくれなかったね。ボンさんはあれですね、ヤマト君に就任するからカメラ回してくれって。で、今行けるか行けないかのタイミングだけですね。そう言っちゃうとさ、ボンが断りづらいじゃん。うん、だから、
この日大丈夫ですかっていう事前のあれがないのが非常識なのかなっていう。まあ、ゆうたの件は、まあ、今置いといて、そんなやらせでもいいから、言ってくれた方が俺的にはありがたいんだよ。仕事があるからさ。で、全部押して、結局寝るの5時ですってなったら、まあ、言ってくれないと俺のスケジューリング崩れるから。岡がダメだね、もう。岡全くダメやもん。銅像になってる。ゆうた来ない。行って行きか。行ってらっしゃい。マジか、どんなテンションで行こう。ちょっとおちゃらけながら切れようかな。あ、非常識集団。で、だんだんガチになってくるみたいな。うん。ちょっと俺がぶちかましてくる。はい、ファイトーイ！ブラチアだな。ブラッドさん、マイケル。頼りないコンビです。ここはもう本編なんで何も喋ることないですね。うん。一つ言うなら、俺は勃起してる。アブギーさん、カチカチです。カチカチです。アブギーさんのチンチンの特徴、固め、小さめ、バリ方です。ラーメンみたいに言うな。バーン。まあ出るなら今のうちに出といてもいいんじゃない。なんか俺らの嘘つくのは違うと思うし、今そこだけは本当にマジで違うと思うんですけど。まあじゃあ伏せて手あげろって言ったら手あげんのはそいつは、まあ、俺ら的に出してほしいです、ね、とりあえず伏せるじゃん。それはないな。いや、ふざける場面じゃないから今。今やらしい。ゆうたちゃんやらしい。やらしい。お疲れ。お疲れ様です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 。いや、ああいう、その。いや、なんか、刺激の件がちょっと、本当に。ちょっと時間が怒ってたわけじゃないけど、まあそれは俺も悪かったんですよ。いや、三時はちょっときつかったかなっていう話を。いや、本当にごめんなさい。すいません。え、服あげるのは全然大丈夫。俺ら一回さ、ゴーターにさ、服あげる動画撮ったんだけど、うちで、はい、あれとかももう事前に話して決まってることだから、まあ、言っては欲しかったな、めっちゃ。言わないことがよしみたいになってもよしんだけど、俺からじゃ言ってもらった方が、別にやらせやるのは全然悪いと思ってないから俺らさ、言いたいんですけど、知らない手で出てもらえますかとかで全然やるから、うん、でもそれはね、俺もね、申し訳なかった。ああ、いいよ。何時じゃん？2時半ぐらいだね。何時まで撮影した？おしまいでしょ。そう、時半でしょ。どうしてもあの日に撮りたかったの。まあ俺はちょっと、今日やっちゃえばみたいな言って、その後ゆうたは電話してたみたいだから、今日はやめとけばみたいな、うん、こう感じてっけ俺は。はい、そう、今日はちょっと違うかも。また別の日にオープニング撮り直していくのがベストかもね、みたいな話はしてて。あれ、それ言われてんのか。で、その後解散したんですよ、もう。で、4人だけになって、ゆうたくんが電話かかってきて、あ、いけるって感じで。そういうことか。うん。これは先輩として逃げみたいになるけど、俺は、なんていうの、今日はやめといたらっていう。ゆうたにも無理な日、大体俺わかるからさ。まあ、ちょっと折り返しがあって、多分、俺は最近も、まあ、いけるって思っちゃった節があって、まあ、それは本当に、ちょっと勘違い。喋れよ。吉尾だけが話してんだ。腹立つから全員話せよと。ここで話したさ、今日は違くないっていうのを、逆に、まあ、あの時はその山本君が今日は行くなよって言ったら、まあ、俺らがちょっとしょげるのは分かって、ああいう感じの言い方にしてくれたのを、まあ、俺らが解釈間違えたというか、ノリだと思った。意図を汲み取りきれなかったのが、まあ、俺らの不甲斐なさみたいな。空気重すぎる。まあ、YouTube だからっていうので、ちょっと常識をちょっと踏み違えてた部分があったかもしれない。そうね、なんか、やっちゃったことはしょうがないんだけど、その後に、なんかハキハキ喋れないっていうのは、ダサいから、喋る人も喋んないでしょ。じゃあ俺なんか 言われてることですね。喋んないからって。そういうやつらの先輩だっていうの俺は嫌だから、まあ、俺今後一切言わないけど、ゼミノリがどうこうって。動画にも、まあ、俺は出ないから、他のメンバーどうかわかんないけど、シャキッとしないと。わかりました。一個言いたいのは、その例えば動画撮った後とか、ヤマトは先輩とかに電話企画とか出てもらった後、絶対ありがとうございましたの連絡入れてるし、終わった後吉尾から来たけど他3人から来なかったし、だからそういうのをちゃんとしないと、今マジでやってんだったら YouTube をいろんな先輩と関わってくださるし、ちゃんとしないと
あんま可愛がってもらえないっていうか、先輩たちが。返事しねえのかしら。じゃあ、撮影の後とか、なるべくそういう、ありがとうございましたとか、当然のお礼は送るようにします。送るようにするっていうか、そういうのは、湧いてくるもんではないのか、なんか。ありがとうって別に言わなきゃいけないと思うし、もう返事の癖なのかもしれないけど、会話だからさ、そうだなと思ったらそうだし、違うと思ったら違うって言うだろうし。僕は出てったら撃たれた。走った瞬間撃たれましたけど。ごめんね、おか。やっぱまあそんなやつの先輩を名乗るのは嫌だな。俺関係ないからとりあえず、うん、俺が突撃された情報人だったら言えねえからダセーし先輩が言う突撃されてないみんな俺からすると何しんでたんだから動画一緒に出たいな出たいな事前に連絡してはい、いや普通だと思うけどな近くにいれば忙しいってのは分かると思うし怖いからオナニーしますおやめろ下の車だぞやめろやめるんだ気持ちいいなに喋んねえの喋れよお前の話ではい、はい、でも本当に今回あったこの件に関してはちょっと僕たちは本当に配慮不足だし、やっぱりその YouTuber っていうそれ以前の問題をそもそももうちょっと履き違えていて後輩のせいでちょっと先輩に迷惑をかけたのは本当に今回本当にやってしまったことは本当に申し訳ないと思っています。で、もし、まあ、今後も僕たち YouTube は続けるしもし見ていてくださるのであればその節度とかどうわきまえた僕たちを少し見ていただけないでしょうか。お願いしたいです。この、まあ俺らが始めてからのその1年間ずっとお世話になってる俺らがこの人に対して配慮をかけてたっていうのだったり迷惑をかけてしまったこと自体は本当に申し訳ないのが一つあるんですけど、自分たちの腹が立つというか、自分たちの中に。ここが、4人全員に、当たっているんだって。それを、こう、先輩たちから今指摘してもらわないと気づけなかったっていうのが、すげえ良くないなって、あれ思って。ゆうたくんの動画撮るときもあの夜遅い時間でしかも事前連絡ないっていうのは普通に考えたらダメだっていうのは分かったんで絶対声小せえよすいませんこえこえ本当に反省してますし当たり前のことはできるようになりたいです。今回の件で裕太君の襲撃とかオフパコとかの裏切りをしてしまってこの歌がもう俺らの人生を変えてくれた存在で自分にとってはもう人生で一番の感謝する存在というか絶対に裏切ってはいけない相手だったの でそれをこのような形でしかも言われないと気づかない俺ら自分で勝手に4人乗りは世界一の後輩ってもう決めてたんで決めてるとか思ってたんでそれをこうやってやってくれてもそんなこと言えないし自分がもし裏切られた立場だったらそもそもこうやってもう話聞いてくれる時点でこんな形でこういう会話をしないって決めてたけどしちゃった何なんかドラマっぽく言えば許してもらえると思ってんのドラマっぽく言えば許してもらえると思ってんのドラマっぽく言えば許してもらえると思ってんの
本音っす。うん。ドラマっぽく。これは鬼すぎる。オッパクはどうなの？あ、そうだね。その件は言えたから。オッパクはどうこうみたいな。ああ。DM 来たやつ？うん。え、どこまで話してるの？なんかその DM をそのゆうたくんの方にいただいて、うん、そのあんまりこの、まあ、誰かとは言ってないらしいんですけど、うん、その女の子は一応誰かとそういうことしてなんかチャツに扱われたみたいなことを言っていて、うん、結構詳しい情報とかも地元の直々 DM で来るからなんかリアルでそういうことがあるんじゃないかっていうので連れたくりとさっきも大和くんと日向くんに言ったんですけど、まあ、結局そういう証拠が出ちゃってる以上全員の口からないとは言えるんですけど、それ自体が、まあ、本当か嘘かっていうのは見分ける方法とかもないんで、で俺はその子から連絡してさ、まあ、たまたま見つけて、はい、まあやり取りしたんだけど文で、はい、本当になんか本当に俺のそのなんか正直自分以外のことは分かんないんですけど、なんか、うん、けど今までのメンバー見てる限りでは絶対ないって言ってるっていうな。オイラ自身もメンバーがそんなことするとは思えないっていう自信はあります。やっぱ10万人本気で目指した中で、うん、そういうことすること自体が俺はありえないと思ってたのみんなも思ってるんですけど、はい、でもそういう証拠が出てる俺はないとしか言えないですけど、まあやってんだろ。やらなきゃこんなことなんないやん。いや、やってないっす。本当にやらない。はい。で、その、誰が嘘ついてて、多分。全員じゃなくて。その女の子がでっち上げてるっていう説は結構あると思います。うん、いや、ゆうたの前で嘘つけねえぞ。いや、もちろん、自分は、今の感じで。住所とか車の女の子なんだ。4人じゃないけどさ。うん、いたやん、もう一人そいつのことがあるからより信憑性が高いっていうか、俺からしたらそれはもう本当に何かそれで言うとそのもう一人いたじゃないですか、その件が一回ちょっと過去にあって、それがあってそれ逆にこっちの4人側は逆にそれがあるからゆえにやらないっていう意思の方はそんな強くあったっていう。でやっちゃったやつが一人いるぞ。正直信じてるとしか言いようがないですし、やってないですっていう自分のあれしか、だからやってない証拠みたいなのを出せればいいですね。でもこの話だけは変わらないと思いますけど、ずっとこの話だけは思えばしないといけない。やってない証拠が出てくるか、本当にやっちゃった証拠が出てくるかってことです。そうそうそう。やってないことの証明って難しいな。やったことの証明は、なんかね、証拠は一発出てくるわかんないよな。うん、やってないの証明難しいからな。まあ、別に全然見られてもらってくれない。いいんですけど。興味ない。お前さ、ふざけんなよ、こういう時に。ごめん。いや、俺も俺なりにやってるからさ。空気悪い、うん、どうする空気悪いし全然空気悪い本当に本当にどうするどうする本当にそろそろどうするこんなぬるっとでいいよせーのドッキリ大成功よくないっすよ本当によくないっすよ取り残された一回やられた。はいはいはい、いいやつらすぎてぶち切れようと思ったんだけどマジ切れない。いやマジ切れるタイミングなかったね。マジ切れる好きない。お前ら完璧すぎ後輩として。いや別に切れるタイミング俺は今ですけど。人としても後輩としてもやっぱ完璧だったから、俺らも本当にもう何癖つけるしかなかった。いやまあ岡の声小さいのは間違いない。それ間違いない。いいよ小さくて。いいよあぐらかいてて。ノンアポでいいんだから俺らなんて。ノンアポでいいんだ。
だから3時に来ていいよ、いいよって LINE めちゃめちゃ優太くん良かったですね。体気をつけてみたいな。今こっち側で来るからこの人性格変わったんかと思ってます。 YouTube やってる上でドッキリっていうのを本気で食らっとかないと今後大変だよっていうことで、まあ、先輩から後輩に本気がすぎますよ。いやよくないっす。いやその一回俺らに呼ばれたじゃないですか、何があるなっていう、まずまずそこで俺らもドッキリ考えてたんだよ。ドッキリじゃねえみたいな話をやってたんですよ。で来るじゃないですか、もうガチすぎてドッキリになる。飛んでますよ。飛んでた。あれ起きたよ、ガチ切れてる二人。来た画面入ってきて、ぶち切れる。ほら切れてる。お疲れ様です。今入って、今切れたわ。今いいよ、もっと座ってよ。マジでさ、マジでさ、おいおかお前の気持ちわかるよ。こういう時喋れないよな。話した話した。聞いたんすか。もういいか、いいか。ってことは最初ゆうたくんもそっち行ったのか。そうそうそう。ああ、なるほど。はは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 は。もうちょっと喋れないね。しびれすぎて。めっちゃ嫌じゃねこういうドッキリって。嫌だよ。俺らもさ、先輩たちから食らってきてさ、嫌だったんだけど、やっぱね、これが YouTube なんですよね。このやっぱリアルなドッキリを仕掛け続けるっていう、やらせていいからその事前連絡くれみたいな、そういうのないから。ノーアポっていうのが正義だから。迷惑とか存在しないから。さっき言ったこと全部嘘だ。全部嘘。うん、でもよく頑張ったと思わねえ俺ら。キレないから。いやマジ、ヤマトとヒューがすごかったよ。俺入った時ガチ怖いっすよ。本当にこの人たち。いやマジ怖かったね。うわ、でもゆうたくん知ってて入ってきたのか。そうだよ、白子顔。マジそうだ。え、何、どういう状況みたいな。ヤマトどこまで話したとか言って。やばっ。ヨッシオも結構いいこと言っててさ。そうそう、俺ね、俺感動しちゃったもん。え、そう、かわいいよね。ドラムみたいな。ねえ、ぶん殴ろうかと思った。俺あっちずっと変顔してた。そう、だから俺超ニヤニヤしてて、やばい無理だと思う。だからヒューガのニヤニヤが見えちゃって、俺もう全然ダメだった。 GoPro 欲しい。めっちゃ最強。カメラ3台あったらもう疑わないもん。しかも本当に見えない。テンパるもんね、詰められたりすると。あっちゃん無事言えなくて大丈夫。無事言えて、無事言えて。何正しないと思います。正しろ、お前ら。お前らって多分初めて言ってる人生。たくやバカシックス。ガチすぎるわ。いや、怒ってくる。直せよ、早く。いや、すいません。早く。すいませんじゃねえ。直せよ。でも、どうですか、タクだけさ。人を喋ってるの、指輪つけるの。あ、そうそうそう。そうそうそう。そうだね、そうだね、そうだね。じゃあエンディング撮りましょうか。はい、はい、ということでドッキリ大成功。すまん。マジ怖い。一生可愛がるよ、もちろん。いやー、ありがとうございます。一ミリも本当じゃないですか。もう一ミリも本当じゃない。何も持ってない。本当ですか。思ってない。いや、怪しい。怖い怖い。なんか節があれ怒れる。懸念してんのはね、岡が俺にマジでまだビビってる。誰の何が一番いやらしかった、怖かった。普段ヒューガ君が絶対に言わない言葉、声出しねえとか。なんかもうヒューガ君が確か一番なんか普段とのギャップがありすぎて、なんかこうなるんだって。へらついてるもんね俺いつも。まあ今回のドッキリを仕掛けた理由がありまして、じゃあ発表します。4人乗り1周年おめでとう。おめでとう。ありがとう。そう、俺らもさ、やっぱ本当にきつい。1年目って絶対食えないよ、普通に YouTube やってて。やっぱ本当に才能がある人とかマジバズる人じゃないと1年目って食えなくて、4人も食えないの見てたし、俺らも食えないっていう覚悟があってきつかったから、やっぱその1年やりきったらマジすごいなと思って、うん、でまあプレゼント、えがドッキリの。ああ甘くねえから。で、もう一つプレゼント一応ね、コムドットの方からちょっと用意してるんで。うん、わけわかんないでしょ、なんかプレゼントがドッキリで、もう一つあるあるのよ。あるのよ、ね、2個プレゼントある。確かにあるのよ。だってドッキリ超えれねえぞこれ。ドッキリの衝撃がヤバすぎて。じゃあ目つぶりや。はいはい、うん、いや目つぶちゃんつぶってね。いきます。それではコムドットから4人乗りへの1周年記念プレゼント、こちらです、どうぞ。
っくりした、さっきの去年からガチ GoPro 欲しいなドッキリ取りやすそうと思って GoPro 欲しいんで YouTube 頑張ってるから、まあこれで企画の幅が増えるからさ、そうっす、まあいろんな企画撮ってほしいなと思って GoPro 4台ですね。素晴らしいですか、ありがとうございます。司会さん、これで司会しできる、後輩が先輩にぶち切れる、ぶち切れる、できる。てか、なんならさっきまで電気屋で見てたんですよ。安かったら買いてとか言って無料だな。まあ先輩稼いでっからな。大企業、大企業。先輩稼いでないけど友達とか少ないからお金使うのない。いや、多いっすよ俺らに比べたら。後輩にね。いや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 、ありがとうございます。ユーマはね、あのその GoPro をもらえるっていうのを今知った人だ。ユーマは今びっくりしてる。関与してないから。そう、ありがとうございます。いやいやいや、ここで最後のプレゼント、やっぱこの YouTube の歴というか、まあ、実は俺らも後輩で大先輩のアムギリ師匠っていう人がいまして、この人が一番 YouTube 歴が長いから、その上でやっぱりその言葉というか、なんか後輩への言葉だって一番長いから言うことがあれば。言うことか、まあざっとまとめちゃって大丈夫。堂々としましょう。唇は震えてるっすね。堂々としちゃうよ。いい言葉よ、いい言葉よ。堂々としちゃうよ。1年やってきたっていうのはマジすごいことだから、ほとんどの人が辞めちゃうじゃん、やっぱ1年少ない。そのやってきたっていうそのね実績を誇りに思って、まあ最強の先輩がバックについてると思う。はい、基本的に俺らついてるから何やっても大丈夫。あと俺らに対しては本当にさっきも言った特権だからさ、何しても大丈夫、何しても大丈夫。なるほど、ありがとうございます。周りの人に感謝を忘れないっていうのは俺らのやっぱ精神ではあるから、そこだけ親とか友達とか先輩後輩もそうだけど、そこら辺に感謝を忘れなければあとはまあ何やっても大丈夫。はい、感じで各部 YouTube やろうって。ありがとうございます。4人乗り2年目か。はい、そうですね。今年の目標は年内10万人達成、これを早急に達成して。ちょっと緩いな、10万ね。マジで言ってるな。マジで言ってる。ごめんね、社長。10万はさらっていかないと。そうっすね。50万人やったー。どうしたい、5万人やったー。お前がスポーツだよ。毎日戦で。まあね、それぐらいの勢いで頑張って。そうっすね、勢いはもう本当にいけるところまでいきます。はい、なんで、こんないい後輩のね、4人乗り概要欄に、まあ、貼ってるか貼ってないかわかんないんですけど確認して。あ、お願いします。もし貼ってあったら、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。まあコラボ動画みたいな感じで俺とユータの動画も出てんのかな。そうですね、ヒューガの動画とかも出てます、最近で。なんでその動画もちょっと見ていただけたらありがたいです。お願いします。お願いします。それではまた次の動画で、バイビー。ありがとうございました。バイビー言えちゃんと。誰かビトン欲しいやついねえの。誰かビトン欲しいやついねえの。4人。はい、これもうじゃんけんでしょ。いや待って、いや、ユーマも手を挙げてた。いや5人で。あ、5人だ、じゃんけん。ルイ・ヴィトンの僕がつけてブレスレット。おー、やば。これじゃんけんで勝った人にあげる。え、よっしゃー、ちょっと、あーちゃん、あーちゃん、あーちゃん似合わないから大丈夫。何？いや、だってヒュータ君持ってる。ヒュータ君欲しいんだろし。せーの、最初あげる。じゃんけん、ほい。あー、ほんとにやだ。ほんとにやだ。なんで勝ってる、なんで勝ってる。せーの、最初あげる。じゃんけん、ほい。あー、ほか、ほか、やるか。これ4人乗りの、4人乗りの。せーの、最初あげる。じゃんけん、ほい。アイコでほい、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 アイコでほい。わあ！なんで？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 これでいいんすか？お前勝ってんだよ。しゃ。またみんなで準備して。あ、仕切り直しだ。これはガチで欲しい。キューガに勝った人でいいやん。あ、王様じゃんけんで。王様で勝った。俺に勝った人ね。はい、こ負けは落ちる。誰に行くのか。最初はグー、じゃんけんぽい。おお。はい、あげる。ありがとうございます。カーテンを
しに差し込む光に眠たい目をこすらされる朝に目覚めの一杯はアイスコーヒー髪かき上げながら浴びるシャワーに今頃君は目覚めたかなってふとまた君のことを思うばかりにした顎のひげ剃りミスった君のことばっか考えてしくった。